秋元司くん、秋元くん、はい、秋元司でございます。今回はこの質問の機会をいただきまして誠にありがとうございます。まず、この決算ということでございますけれども、28年29年度ともそれぞれ今ご報告があったとおりでございまして、また大臣からも今是正をし、遺憾の意ということもございました。ぜひ、今年度、次年度含めてですね、こういったことが起きらないようにしっかりと監督していただきながら、決められた予算がいい形で使われていただきますことを心から願うばかりでありますので、よろしくお願いしたいと思います。さて、今日はやはりこの新型コロナウイルス関連の質問を、そのまたそれから発生する経済の影響、そういった点でいくつか質問をさせていただきたいと思います。現在のもう私が申し上げるまでなく、新型コロナウイルスの感染拡大の影響、本当に大変な状況となってまいりました。昨日、私は地元は東京でございますけれども、1日の感染者数が143名となったこともございまして、いよいよ3桁台に突入した、これによって、国に対するいわゆる緊急事態宣言の要求が、自治体からさらに強くなってきたのかなと、そういうふうに思われます。現にも報道等では、6ヶ月のこの宣言が出されるんじゃないか、そういった旨の報道もあるようでございまして、とにかく、一刻も早いこの収束を願うばかりでございますけれども、まずは私としてもこの感染された皆様には本当にお見舞い申し上げますとともに、一刻も早い回復を願い、そしてまた医療従事者の皆さんや、今後はホテル等でですね、軽い患者の方、見方につきましては受け入れが始まると聞いておりますので、この緊急事態の対応ということで、改めてそういった民間のホテル業に携わる皆様にも感謝を申し上げたいと思います。とにかく今は感染拡大をいかに防ぐかということにありますので、いわゆる3つの密をしっかりと自粛してもらうと同時にですね、不要不急の外出、これは一番やはりこの感染拡大については効果的であるなと、私もそのように思いますので、これをしっかり守ることによって命をしっかり守る国民の皆様のご理解をいただきたい。そして当然自分がうつらないことはもちろんでございますけれども、うつさない、こういった側面も非常に大切だと思いますので、これはあらかじめ、一層力を入れて求めていかなくちゃいけないのかな、そのように思います。その中で一方ですね、やはりこの本当、今日はもう経済産業大臣として今日お越しいただきました。経済の打撃というのは相当なもんがあると思います。よくリーマンショックの時と比べる方がいらっしゃいますけれども、このリーマンショックというのは、これは金融危機でございましたから、この影響というのが、どちらかというとじわじわじわと来たという感じでありますけれども、今回の新型コロナウイルスの影響というのは、やはり人の移動が完全に制限されますから、特に飲食業とか観光業、こういったものを代表するこのサービス業はもう直撃を受けるということであります。私の地元でももう夜、大体夜は当然観光通りがない、人も歩いてないという状況でありますから、かといって彼らも閉めてる店もありますけれども、やむを得ず開けざるを得ないという店もある、これが非常に悩ましいところだということでありますが、やはりこれは今、人の命を守るということの観点であれば、閉めるべきものは閉めてですね、そして、感染拡大を防ぐということに対しても、ある意味、この商売している皆さんにもお願いをしていかなくちゃいけない、そういった側面もあるんじゃないかと思います。いずれにしもしても、中小企業、零細企業にとりましては、大変な状況であるということには間違いないと思いますので、所管する経済産業省には、しっかりとこの対策を打っていただきたいということを、改めてお願い申し上げたいと思います。そんな中で、もう政府としてはいち早くですね、いわゆる資金繰りの問題だとか、あと雇用を守るための政策というのはやっていただいております。しかしながら、これはせっかくやった制度がですね、しっかりとこの運用されて、そして迅速にですね、そして合わせて欲しいところにちゃんとしたお金が届いて、そして効果も上げていかなくちゃいけない。そして当然この制度があるということをより周知もしていかなくちゃいけない、そんなところであるかと思います。その中で今いわゆる資金繰り支援、これをやっていただいておりますけれども、その中でもこの保証協会部分ですね、セーフティー保証
セーフティーネット保障ということで、まあ、4号とか5号、または危機、関連保障、まあ、こういったことが商品としては用意されているわけでありますけれども、これを利用する場合、まあ、手続き上、今現在法律ではそうなっているんだかありませんが、いわゆる市区町村のですね、認定申請書、これをまず取って、それからまあ保証協会に要は持ち込む、また民間金融機関に持ち込む、こういったことになっているということなんですけれども、大変今、混み合っているというのが今の現状で、そして、まあ、特に東京なんかは、おそらく港区とか、そしてまた中央区とか、ここも飲食店が多いところでありましょうから、話を聞くと、大体相談来る方というのは、特にまあ電話がつながらないと、そして予約もですね、なかなか、もう予約、いきなり窓口行ったって受け付けてくれないから、事前に予約を取っていくんだっていう区もあるようでありますけれども、その予約すらももう5月はまず入りませんと、まあ、6月に入ってどうなのかなという現状があるわけでありますけれども、改めてこういった状況下であればですね、この今さらこの認定申請書っていうのが本当にいるのかなっていう、まあ、疑問が出てくるわけでありますけれども、その辺の運用について、経済産業省、どのようにお考えかお伺いしたいと思います。中小企業庁、渡辺経営支援部長。お答えいたします。セーフティーネット保証は、経営の安定に支障が生じている社を対象にその資金繰りを確保し、経営を安定させることを目的としたものでございますけれども、一般の保証制度は 80% 保証のところ、セーフティーネット保証4号等では 100% 保証とするなど、一般の保証制度より踏み込んだ対応をしているところでございます。そのため、セーフティーネット保証の利用にあたりましては、外形的に経営の安定に支障が生じていることの確認を受ける必要がございます。この認定を受けるにあたりましては、第三者、かつ地域の中小企業者の実態を十分に把握している市町村、または特別区長の認定を行うことになってございます。その上で、今回の新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受ける事業者の緊急的な資金需要に応えられるよう、市町村等に対し、認定にかかる事務について、円滑な処理を実施し、認定手続きに遅れが生じることがないよう、配慮要請を発出しているところでございます。経済産業省といたしましては、引き続き手続きや申請書類の簡素化を含め、事業者の資金需要に迅速に対応できるよう、市町村等にしっかりと要請をしてまいります。はい、委員長。秋元君。今、お話があったように、極力簡素化を目指していくとか、そしてまた、市区町村にいろいろと促してますということが、回答をいただいたんですけれども、実際の現場は、もう今、私が申し上げましたように、このいわゆる自粛ムードというのが、3月ぐらいからスタートして、そして4月、今の状況でありますから、特に中小零細企業にとっては、まあ、先が見えないということの中で、どちらかというと、もう今、事業を本当に継続できるのかどうか、まあ、お金を借りたとしても、借りたら返さなくちゃいけないわけでありますから、先行きどうなのか、本当に事業を続けていいのか、まあ、そういった不安にある中で、しかし、再度やはり今は融資をいただいて、そしてその中で事業としての継続、場合によってはしっかり雇用を守っていかなくちゃいけない、そういう面でですね、ある意味、もうね、お願いする思いで、この制度を利用したいという方が結構いらっしゃいます。しかしながら、今申し上げたように、なかなかその東京であれば区、その申請書を出しさえすれば、これは比較的早く今回は申請が出るという声を聞きます。言ってみれば、書類さえ持っていけば、大体認定の印鑑をくれて、そしてその認定書を持って保証協会に持ち込めるんですけど、その申請をすることがですね、まあ、今申し込んだって、5月はもう無理だってわけですから、6月になってしまうわけですから、1ヶ月は待たなくちゃいけないということで、多分今、本当に融資を申し込みたいって方については、ほぼこのコロナ、新型コロナウイルスの影響を受けて申し込まれる方が大半だと思いますので、まあ、とかく、零細企業で1人で飲食店、またはないし、1人か2人ぐらいのアルバイトなんかでやってるようなところについては、
まあ、自分の思いとしてとにかく行きたいというふうに言ったとしてもですね、予約がまず取れないというところから、そしてまたこの期間に初めて申し込みをする方というのは役所に行くことも、まあ、慣れてない方も結構いらっしゃるということもあって、まあ、電話がつながらないともうモチベーションがなく終わってしまうという、まあ、そういう声も実は聞こえてくる昨今でありますから、私はまあまあ今日は大臣に答弁は一番最後にやってもらおうと思いますけど、今でいいんですけども、まあ、この認定のですね、書類というのはあえて今市区町村に本当にこう持っていって認定証をもらってから補償協会に行くという作業はですね、果たして必要なのかなと。要するに売上が下がったということによって持っていくんでありましょうから、それは補償協会に持っていったって決算書と今の現在の直近の売上を見れば明らかに数字が分かるので、そんなことをあえて私はもう日本全国今まあ緊急事態宣言も出されようという、そういった昨今の今においてあえてこの認定書類は必要なのかなということは思わざるを得ないので、それはもう一度ですね、役所で検討していただきたいと、それは政府として検討していただきたいと思いますので、大臣には最後にこれをまとめていただきますので、ぜひこれは私としても求めさせていただいて、とにかく迅速に処理が進む、そして二度手間三度手間というのが、まあ、あんまり必要とない形に私はした方がより効果的になるんじゃないかなと思いますので、あえて指摘をさせていただきました。次にですね、もう一つこの無利子とかですね、無担保の融資ということで、これは日本政策金融公庫、今回新型コロナウイルス感染症特別貸付というのを制度としてやっていただいております。大体これは今郵送でも受付直接行ってもいいということでありましたけれども、郵送であれば大体申し込みをすれば2週間前後で、面接のその何て言いますか時間が返ってきて、そしてその面接をすれば大体1ヶ月ぐらいでですね、結果が出るということで、これはこれでまあありがたい制度であるということは聞くんですけども、実は特に生活環境系ですね、飲食店を含む生活環境系は、今、この特別枠としても大体6000万というのが、この申し込み書を見ると枠として書いてあるようでありますけれども、大体この5000万ぐらいまではですね、まあ、いわゆる支店決済というので、1ヶ月ぐらいで出るそうなんです。しかし5000万を超えて、極力6000万に近づいていっちゃうと、どう言われるかというと、いや、これは5000万超えるときは本店決済ですからと、さらにもう1ヶ月かかります、2ヶ月かかりますということを、大体受付をすると窓口で言われて、本当は6000万融資お願いしたいんだけどなと思いながらも、まあ、2ヶ月かかるって言われる、また本店決済というと、なんか融資が受けられないのかなという思いもあって、どうやら皆さん、まあ、5000万だったら支店決済ですからって、その枠で納めてまあ申し込もうという方がいるということで、私のところにも、これはどうにかならないのかなという声も上がってきたこともございます。よって、なぜそんな、今のこの、まあ変な話、わずか1000万ぐらいの枠の中で、そんな本店決済と支店決済と差をつける必要があるのかということを、あえてお伺いしたいと思います。財務省、神田大臣官房総括審議官。お答え申し上げます。日本政策金融公庫では高額の融資申し込みの場合、その事業内容、財務状況、今後の見通しなどの企業の実態把握について慎重な調査分析を行う必要があることから、その決定は本店決済としているところではございますが、国民生活事業での平均融資利用額は約700万円でございまして、融資申し込みのほとんどは5000万円未満となってございます。また今般の新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業主からの融資申し込みについては、事態の兼容性に鑑みまして、迅速な融資決定ができるよう、高額予診が伴う申し込みであってもできる限り本店決済としない柔軟な運用を開始しております。また委員からご指摘ございました迅速化につきましては、先般取りまとめられた第2弾の緊急対応策に基づく特別貸付制度の運用開始に伴いまして、日本政策金融公庫に融資申し込みが急増してございます。その対応といたしまして、まず相談審査要員として約550名の応援派遣、約60名の OB 職員の活用、年度末の定期人事異動の5月までの凍結、休日電話相談対応の実施、資金繰り表を原則不要とするなど、提出書類を簡素化するとともに実地調査を省略するなど、審査プロセスを簡略化、そして現場への決裁権限の異常などにより極力1週間以内で融資決定できるよう審査を迅速化しているものと承知してございます。財務省といたしましても、先月16日に麻生財務大臣が日本公庫の総裁と面会した際、融資相談にスピード感を持って対応するよう要請してございまして、今後とも日本公庫には迅速化に全力で取り組んでいただきたいと考えてございます。委員長、
秋元君。今までにない思いと、そして体制でやっていただいているということは、非常に評価をさせていただきたいと思いますし、引き続きこれはこれで取り組んでいただきたいと思います。ただ、いつもよくあることなんですけど、いわゆるこの財務省の思いと、そしてまた政策金融公庫の幹部の皆さんの思い、しかしそれが本当にこの現場にどう伝わっていくかということが非常に大事で、簡素化、もしくは迅速化、そしてまたマンパワーを増やしていただいた、休日も返上でというのは大変ありがたい話で、これはこれで本当に感謝申し上げるんですが、やはりこの融資を申し込みたい企業からすると、やはり電話をした相手の方がどういうふうに反応するかって、これファーストコンタクトで、実はいろんなマインドになってしまう、不安の中で電話しているわけでありますから、それもまた、政策金融公庫に日頃から、お付き合いがあるというよりは、新規で今回行こうという思いの方もいらっしゃって、そうすると非常にこの、まだファーストコンタクトの中で会話をして、さあ、融資を受けるか受けないかということを含めて、どういうふうにやっていこうという方が多いというふうに聞いておりますので、ですから、その電話で来る、電話を出ていただく現場の方にまでですね、今のこの思いをぜひこの浸透してもらって、スムーズにですね、この取引が行き、そしてまた彼らの思っているその悩みというのがもう伝わって、そして、それが結果的に早めに迅速化で回答できるという形をですね、本当にこの現場にも徹底していただきたいと思いますので、これは重ねてお願いを申し上げたいと思います。いずれにしましても、本店決済と支店決済、だいぶ支店の方に、審査基準を異常してきたということもあると思います。それはそれで大変評価したいんですけれども、特に生活関連の関係は、5000万と6000万がだってアッパーですから、で5000万を超えるとどうしてもこの本店決済に行かざるを得ないという声もあるので、そこはもっと丁寧にですね、やってあげていただければなと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。次に、雇用関連で、移らさせていただきたいと思いますが、この雇用関連、雇用調整助成金のですね、特別措置をやっていただいている、これはこれで本当に雇用維持をしていく企業にとっては大変ありがたい制度でありますから、今、なんかネットなんかで見ると、日本は全然雇用の助成はないんだなんてことを書かれているネットもあって、この雇用調整助成金というのは、実はあまり知られてなくてですね、特に企業でも、中堅どころでやっている企業に経営者の話をしても、いや、社員どうしようか迷ってんだよねってなんて声を聞くんですけど、雇用調整助成金やればいいじゃないですかっていうと、そんなのあったのっていう、あまり、これ、意外に私、浸透してなかったんだなということを、実は今回、感じました。少なくとも私が接した経営者の方、10人のうちに本当に5人半分ぐらいがこの雇用調整助成金のことはあまり知られてないというのがありまして、もっともっとこれ周知徹底しなくちゃいかんのかなということも思います。そして合わせてですね、じゃあこれが制度があるからって、喜んで、いわゆるハローワークに行かれた方なんですけども、やっぱり大変なんですね、これ書類が本当大変だと思います。ですから、今でもそのいろいろ添付処理だとかですね、そういったものを少しこう簡素化するということをやっていただいたり、特に雇用計画なんかは、事後でもいいですよということを、これはもうやっていただいている、これはこれで本当にありがたい話だと思うんですけど、大体われわれにこう相談来る方はこう、従業員が10人か4人か上か下ぐらいでこうやっている方が地元は多いもので、そういう皆さんの声を聞きますと、実はその、雇用計画なんかは事後の形でいいんでしょうけども、最初にこう申し込みをする際には、これは私も今回聞いて初めて分かった話なんですから、従業員が10人以上のところについては、しっかりといわゆる就業規則と、そしてこの給与規定なるもの、そういったものがしっかりと取り決められていなくちゃいかんというのがあって、10人以下のところは、そこまで、ガチガチなものがなくてもいいというのが、どうやら窓口で言われることらしいんです。しかし、中小企業というのは面白いもんで、11人の時もあれば、9人の時もあれば、10人の時もあると、これはバラバラなもんでですね、ある時、今までは9人体制だったんだ、急に今回11人になったんだというようなところについては、実はその明確に就業規則とか、そしてまたこの給与規定というのが決まってなくて、じゃあそれを
給与を作るというのはどうなるかというと、労働組合を持っていればいいですけど、大体中小企業、労働組合はないですから、そうなると、その社員の中で代表役員というのを一人選出してもらって、その選出した方が、このちゃんと代表役員だということになるために、すべての従業員にこうハンコを捺印をしてもらって、そしてそれを作って提出をするという、それがまあ実はハローワークの入り口になっているらしいんですけども、もうこれについてもですね、もう実はすでに、一旦休業しようということで、会社をもう、会社といいますか、飲食店も含めて、お店も含めて、一旦こうクローズしたというところについては、従業員の皆さんをかき集めるのが実は大変だということもあってですね、非常にこの最初のこの入り口の段階でこういったハードがあると、なかなかやりにくいということなんで、これもこういったことも含めて、まずはちゃんと申し込みをさせてもらって、それは後にいろいろとこうチェックをするという、そういったことに入っていかないと、申し込みもできなければ先に進めないという、そういったこともあるようでございますので、その辺を含めてですね、ぜひもう少しそういった、特に中小零細企業へのですね、配慮というものを何かないのかなと思うんですけども、厚労省、いかがですか。厚生労働省、田谷高齢障害者雇用開発審議官。お答え申し上げます。雇用調整助成金につきましては、これまでも事業主の皆様の負担を軽減するために申請書類の簡素化等に努めてきたところでございますが、引き続き先生ご指摘の当時、申請書類が煩雑であるなどのご指摘をいただいているところでございます。でこのようなご指摘等も踏まえまして、添付書類につきましては例えば一部省略をカットする、あるいは休業の実績等を確認するための添付書類につきましては、各事業所ですでにある書類でも可であるということ、これは明確化したいということでございまして、このような形で、申請書類のさらなる簡素化を図ることとしたところでございます。これらに加えまして、雇用調整助成金の手続きをより分かりやすくお伝えするために、例えば社会保険労務士などの専門家の方に出張相談をやっていただくなどの取り組みを現在検討しているところでございます。秋元君。はい、ぜひそれをね、本当にさらに一層、いろんな窓口に来る方の声も聞きながらですね、迅速に対応していただきたいと思います。合わせて申請後のこの助成金の支給ですね、これ、今まではどうしても2ヶ月、3ヶ月かかったというふうに言われておりますので、これにつきましても、今、だいぶスピードを早めていただいているということを聞いておりますけれども、ぜひこの人数にしっかり応えていただくために、やっていただきたいということを改めて申し上げたいと思います。なんかこれにつきまして、答弁ございますか。高谷審議官。お答え申し上げます。雇用調整助成金の支給迅速化につきましては、全国のハローワークで、申請書類を受け付けることとしたほか、労働局ハローワークにおける人員体制の大幅な拡充を図りまして、その体制、迅速処理のための体制を整備したいというふうに考えてございます。はい、はいはい、秋元君。はい、ぜひそのことも合わせてお願いしたいと思います。次に冒頭言ったこととちょっと矛盾するんですけどね、今現在その特に保証協会関連の今回のコロナ対策につきましては、どうしてもその市区町村の窓口での認定の書類が必要だということになりますから、皆さんは私の地元であれば区に殺到するわけでありますけれども、これも言い方を誤解ないようにお伝えすると、区は区で今までもいろんな商工業者にとって窓口やってますから、うちの区であると大体午前中2時間、午後2時間の窓口だということなんですけれども、当然今の状況ではどっと人が来るんで、それじゃ間に合わないということが予想されて、区に聞きますと、いよいよちょっとあまりにも体制が間に合わないんで、来週ぐらいからちょっと窓口の人数も増やして、時間も延長してみたいと思ってるんですというのが、一般的に問い合わせすれば返ってくることはないんですが、とにかく5月まで受付がいっぱいだと。しかし、区に聞きますと、今までの体制というのはやっぱり、時間が決まっているということで、大体、夕方になる前にこの受付を閉まっちゃうということがあって、要するに実際、朝から晩までその受付をやっている、面接をしているという状況じゃないということが、特に東京なんかの区は伺い知れるんですけども、もうこの認定書類をやめるというのであれば、これはこれで、よりスピーディーな形で、保証協会の審査体制に入れると思うんですが、これもしやめないというならば、これは、本当に市区町村の窓口とかですね、受付時間の延長とか、人員の配置とか、これもう少しこの
各自治体に協力をしてもらわなくちゃいけないと思うんですけども、まあ、今回のこの緊急事態でありますから、当然それは地元地元で自治体が判断することであると思いますけども、特に東京の場合はこんな状況なんで、これは総務省としてですね、ピシッともう少しこの体制の強化ということ、これを伝えてもらいたいと思うんですけど、その辺いかがですか。総務省大村公民部長。お答えいたします。政府地方公共団体を挙げて新型コロナウイルス感染症への対策を進めております中、総務省としては職員の業務内容の柔軟な見直しを含めまして、組織として必要な業務体制の確保を図るように、去る3月5日付で全国の地方公共団体に要請をしたところでございます。こうした要請などを踏まえまして、地方公共団体のうちには、例えば各種融資制度などに関する相談窓口の開設時間を拡大している事例ですとか、業務が増加している融資担当係を応援するために、他の係から職員を充てて増強している事例などがあると承知をいたしております。今後とも各地方公共団体において必要な体制を確保して、円滑な対応を図られるよう、今後とも関係省庁とも連携して適切に助言してまいりたいと考えております。はい、秋元君。ぜひその辺も含めてですね、さらに一層フォローしていただきたいと思います。とにかく中小零細企業にとっては今が大事なものですから、その今をどうフォローしてあげるか、大変なポイントだと思いますので、窓口業務が閉まっていればもうそこから先進めないということが現状だと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。それで最後に、まあ、大臣には総合してお伺いしたいんですけれども、まあ、今回の新型コロナの影響、特にこの中小零細企業にとっての打撃というのはもう私が申し訳なく現場でいろんな声を聞いていらっしゃると思います。確かに先が見えない、まあ、いつ収束しますか、そんなことは誰も言えないわけでございますから、そんなことは言えない中でやっぱり経営者というのは今を判断しなくちゃいけなく、そしてまあ何度も申し上げますけれども、事業を続けるか続けないかの判断もしなくちゃいけない中で、まあ、融資は融資で、これありがたい話かもしれませんけれども、もう融資ではどうしようもならないっていう、実は足元を来てるんだと思います。そんな中で一番、特にサービス業なんか、この固定費ですね、これがもう家賃が発生するっていうところからスタートしてるわけでありますから、これがもう非常に先行きの不安っていうのがあると、この固定費をどう消化するのかっていうのは悩ましいと思うんで、いよいよやはりこういった状況から来ますと、いわゆる保証とか補填とかですね、こういったものを考える私はステージに来たと思うんですけども、まあ、この辺のこのことと、そして一番最初に冒頭申し上げたいわゆるこの申請の問題、保証強化の2段階の問題、合わせて大臣の所感をお伺いしたいと思います。梶山経済産業大臣。今回のコロナウイルスの感染拡大によって人の往来がまあ抑制をされるということは、さまざまな商売に影響がある。で、日々 その売り上げによって仕入れをする人たちもいる、毎月のように売り上げで仕入れをする人たちもいる、まあ、そういったところにしっかりとスピーディーに資金を行き渡らせなければならないと思っておりますけれども、委員おっしゃるように、固定費に関してどうするか、売り上げが蒸発してしまった、需要が蒸発してしまった中で、固定費は毎月のようにしっかりと請求をされる、要求をされるということでありますから、これらのことをさまざまなヒアリングの中で多くの方から聞かせていただきました。今、給付について検討をしているところでありまして、まあ、近々、これも発表があると思いますけれども、しっかりとその固定費を賄えるような給付の制度を作ってまいりたいと思っております。第1弾、第2弾と対応いたしましたけれども、作っただけではだめでして、しっかりと使ってもらうことだと思っております。窓口の強化拡充に加えて、まあ、あらゆるチャンネルを使って周知をしていく、そして1日でも早く、1時間でも早く現金が行き渡るようにするということで、先週も保証協会と政府系金融機関の窓口も見てまいりました。そしてこの国会で指摘を受けるたびに、くどいようですが、それぞれの機関に対して、こういうことがあるぞということを言っておりますので、全力を尽くして、中小企業、また小規模事業者が資金繰りできるように努力をしてまいりたいと思っております。秋元君。ぜひ大臣のリーダーシップを発揮していただいて、この局面、しっかりと打開できるように、私もまた応援してまいりたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。終わります。これにて秋元司君の質疑は終了いたしました。次に浜地